い、皆さんこんにちは、それたくまさです。今日はね、長崎じゃなくて佐世保駅にいます。こちら東横インの佐世保駅前、なんと35歳以下のお得なプランで泊まります。お部屋行きましょう。かしこまし、昔風ね。はい、変わらずですね。東横インってなんかこのオレンジの方が通常運転らしいね。入ってなんか絵があったり、ハンガーと、びっくりした、誰が喋ってんのかと思ったよ。誰、おじさん、ちょっとごめんね、静かにお願いね。はい、ハンガーとファブリックミストが奥にありますね。シングルのベッドと、このなんかサッシと、いつものサッシと、うっ、やばいの見ちゃった。何これ、何このケトル、物理的に温めていくスタイルのやつ。あとカップですね。金庫もここにあります。で、電話とかティッシュとか充電周り、あとこのドライヤー、あとちょっとこうなんか匂いが香ばしい感じの本たち。はい、でテレビがあって、冷蔵庫ですね、空っぽです。使い捨てじゃないスリッパがここにあって、靴べらとかもあります。部屋着はここに置いてないんですけど、1階に持っていきたい人持ってってスタイルですね。はい、お風呂の方も、もうなんか東横インといえばザみたいな感じでしょうか。歯ブラシとコップがここにありまして、シャンコンボディソーバーもこういう備え付け系ですね。で、まあほんとなんか普通みたいな感じです。はい。問題なし。まあ佐世保もね、なんかこう初めて来るんだけど、泊まりたいホテルがその佐世保駅の方には特になかったんで、そしたら今35周年、この東横インの佐世保が35周年らしくて、それに伴って35歳以下の人 35% オフっていう、まあ要は GoTo キャンペーンみたいなことをしてたんですよ。それたまたま見つけてさ、はい、ビュー、あー、トレインビューだ、わーい、私は嬉しい。さっきまで乗ってた松浦鉄道ががっつり見えますよ。嬉しいね。いいじゃん、いいじゃん。あと多分今暗いからあれですけど、もうここは全てポートなんですよね。え、超綺麗じゃない？てかもうすでに綺麗なんだけど、いいじゃん。楽しい。なんか昨日福岡にいたんですけど、中洲でかなりやんちゃに飲みまして、実はね、もうなんか一日中二日酔いみたいな感じだったの、実は。なんか元気なんだけど、ずっとこう体がほてってるというか、酒が抜けてないみたいな感じの一日を過ごしていたわけなんですけど、だんだんね元気になってきたんで、佐世保バーガーを食べに行ったりしたいかななんて思っております。あとちょっと服がさ、私この半袖とこのカーディガンしか持ってきてなくて、寒いので、なんか無印あるんかな、ありそうだから、なんか見に行こうかななんて思っております。はい、じゃあそんな感じで、東横インは朝ごはんが確かついているので、ここも6時半から9時まで例にも漏れず1階でいただけるそうなので、で東横インはどうやらお店、ホテルによって朝食のスタイルがね違うんですよ。いや、それもまたねちょっと面白いなと思いますので、はい、レビューしていきます。はい、じゃあバイバーイ、眠い。セブの夜始めそうになっておりますけど、すごいよ、なんかこんなね、ポートがあって、まとまったり、もう本当、港町って感じ。てか、オスも忘れちゃった、充電してた、また忘れちゃったんで、ちょっと iPhone で撮ってますけど、なんか、YouTube の視聴者の方々に教えていただいた佐世保バーガーの推し、光っていうお店が、ここの佐世保駅からすごい近くにあったので、行ってきまーす。
エッグチーズバーガーとエッグチーズ、はい、手作りオレンジジュースをお願いします。はい、手作りのオレンジジュースが来ます。なんとなんと湯煎がかかっていてちょっと全然使えそうになかったのでアフレコで失礼いたします。こちらのオレンジジュース本当に生搾りみたいな、もう優勝、すっごい美味しかった。もうただのみかんだった、なんならみかん潰して食べてるんじゃないかと思うぐらいみかんで、本当に二日酔いには染みました。覚醒しましたね。こちらでね、さあさあハンバーガーの方にも行きたいと思います。もう私はね本当にジャンクフードが大好き。いっぱい野菜が詰まっていて目の前でハンバーガーも焼いてくれます。そして卵も入っています。ハンバーガー大好き。そうなんです、ハンバーガー大好き、油物大好き。一個一個ちゃんとそこで焼いてくれてました。さあ撮影のことなんてお構いなし、大きなお口でいただきます。うわうまっ、やばいんですけど、とんでもなく目がこぼれそうなぐらい目が飛び出てますね。本当にさ、ハンバーガーに目がないのであらゆるところでいろんな国のハンバーガー食べてるんですけど、これ美味しすぎた、噛み締めてます。うまい。マックスバーガーとかってその場で作ってくれる。いや本当に美味しい夜ご飯でした。ぜひ佐世保に行ったら食べてみてください。それではゆっくり食べます。バイバイ。おはようございます。今朝の佐世保、ま、曇りですかね。いやそこよりもさ、すごくない？オーシャンビューだよ、オーシャンビュー。わーい、綺麗だな。松浦鉄道もそこに見えるし、エレナっていうスーパー電車からもよく見ましたね。わすごいね、船だらけだ。本当に港町ってこういうことを言うんだね。はい、現在8時半ですので、ちょっくら朝食の方をレビューしていこうと思います。行きましょう。てか寒すぎて昨日このニット買いました。もうどこのね、東横にもこんな感じですけど、行きますか。意外と2021年はお世話になる率が高いです。まあ前どっかで言ったかもしれないけど、もっとやばいとこだと思ってた。佐世保の東横インはこんな感じ。すごいちゃんと美味しそう。なんか鮭とかさ、このなんか明太子みたいな、なんかよくわかんないものが、なんか入ってるものがすごい美味しそうだなと思って取ってきちゃいました。お味噌汁はスタッフさんが添えてくださるんですけど、いるって言われて、あ大丈夫ですって言ったら、用意したくね、あれちょっと寝起きでね、私の滑舌が悪かったんだと思います。いただきます。あ美味しい。あこれもらってよかった。あとなんかパンだけとかこのご飯だけみたいなのもありましたね。足りない人用かな。お味噌汁はね、わかめとね豆腐です。これなんだろう、明太子と、ちくわだ。うわどうしよう、入れ物嫌いなの私。しくったすごい、鮭の切り身だって。佐世保すごい。いやなんかさ、本当に私いろんなねところに季節してというか、泊まるお世話になっているわけなんですけれども、なんかさ結構東横インってその文字がさ漢字で東横インみたいな感じじゃないですか。だからすごい老舗っていうか、まあ、なんか昭和の名残みたいな感じのねホテルなのかなとか、すっごい本当失礼なんだけど思ってたの、印象がそういう感じだったの。でもまあなんか
埼玉の大宮だっけ、そちらのトークインをレビューさせていただいた時に普通に大丈夫だと思って、立地がすごいいい率が高いので、ここも駅の目の前ですし、うん、その名のごとく道路とかも渡らないで駅のもんポンみたいな感じなの、駅にある交番ぐらいの距離感にある。コロナ対策でね、おそらくお弁当になってるかなと思いますけど、さっきちょっとツイッターで調べたら本当だったらおっさんの皿うどん、長崎の皿うどんとか出てたらしいよ。気になった。ご当地のもの出してくれるのは強いですよね。しかも今回創立30周年記念、中学生以上35歳以下の方限定 35% オフっていうそんなプランがねありまして、で佐世保は正直そのホテルメインっていうよりは松浦鉄道に乗るあと今日からハウステンボスの方に行くんですけど、なんかそういうことをしに行こうと思ってたので、正直綺麗で安全で清潔であればどこでもよかったんですけど、なんとね2890円、安すぎない？朝ごはん付きで2890円って何何？行ったことないけど、大阪のアイリンチクとかそういう場所にありそうな価格帯ですよ。じゃあゆっくり食べます。バイバイ。はい、ということで東横イン佐世保駅前いかがでしたでしょうか。面白かったよと思ってくださった方はぜひチャンネル登録、高評価、メンバーシップもよろしくお願いいたします。他にも飛行機、電車、ホテルのレビューたくさんあげてますので、ぜひそちらもご覧ください。それではまた次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。